はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アスタミジャパンでございます。今回ね、アトラスさんのブースにて TGS で、コスプレをさせていただくんですけれども、その今日は前日でございます。品川プリンスホテルにて披露会があるので、今日はそれに挑もうと思います。最近 Vlog をたくさん撮りたいという欲求があるのでね、今回も頼み込んで Vlog を撮らせてもらっています。どうぞよろしく。今からリハーサルです。メイクする前に相談して、僕も披露会みたいなの初めてなんで楽しみです。ライブ中に、皆さんウォーキングしてもらって、1人ワンバイワンでウォーキングぐるっと回って帰ってもらって、はい、今終わりました。リハーサルが今からヘアメイクに入ります。貴族なんだって。はい、ということで今からメイクでございます。貴族になります。なんか笑ってます。貴族か、貴族ね。そうですよ。まだ千恵子現役だ。千恵子実現してる。大事にしてんのよ。たまに拭いてあげてね。千恵子を知ってるんだ。千恵子現役なんだよ。ほら、ほら、千恵子あんだけど。千恵子ある。入れれる人。入れれるようになりました。よっしゃ。よかった、よかった。ありがとうございます。すごい。あれなんだね。あの、成長されて嬉しいですよ。はい。僕初めてコスプレした時、こうはい、これコンタクト入れるのに30分かかって、最近別のところでね、もうコスプレしてるんですけど、最近あの僕がコンタクト入れる時間が交番表に書いてあります。ほら来た、結構早い。これすごいでしょ。痛いな。似合ってるんでしょ。痛い時はコンタクトとネットの間に抜かしたり。コンタクトつけるのは苦しいんですよ。慣れてなくてね。うん。入りました。激闘、マジで激闘。ありがとうございます。ギリギリ勝ったけど、あぶねー。残念だよ、すごい人だもん、本当は。残念なことか。残念だよ。これゆうちゃんかっこよくなって、いい感じ。僕はもう本当にそれのないですよね。もう言わなくていいんだよ、俺の前で。そんなこと。元々長い付き合いなの。俺の前で言うなって。わかんないですよ、かっこいいって。いつも不思議です。不思議だもん。不思議まで来たこもあるわ。かっこいい、かっこいいってさ、言ったらさ、マスキンよりもかっこいいやん。まあそうだね。っていう話になっちゃう。うん、比べる対象。そうね、私比べる対象。やっぱり僕が言っちゃうと、やっぱ彼の、あ、もういいやってなっちゃうのが怖いです。あ、もっと上を出してた。あ、確かにそれはずっとあるよ。そこだったの、これ気づかなかった、俺のこの気持ちは。俺は頑張ろうって気持ち、あなたから来てたんだ。そうだよ。そうなんだ。今気づいて、よかった、この雑談して。はい、はい、角つけたら結構かわいそうな。顔のメイクはこんな感じ。ああ、
一回ここから着替えですね。着替えしていきます。東京事務所が去年みたいに草扱ったら多分全部川なんで、そうですよ、ちょっと怖いなっていうのが。暑いとかないもんね、家は。家は暑いとかないんだけどストロールはあるかもしれない。ストロールがどう感じるかだからなんか C1 買ってきたんですけど、あんま意味ない。全然違うでしょ、色。全然違うよ。完成しました。あのこの後、これで披露会終わった後に、今品川じゃん。幕張行って、で、リハーサルがあるの。で、ホテルに泊まって、で、明日本番。本番というか今日も本番なんだけど、こっから明日の東京ゲームショーに向けてね。なんかちょっとあるっぽいんで、そのリハーサルというか動きが映像に合わせてみたいのがあるんだって。それの練習を今日のこの披露会が終わった後にしてから就寝というわけでございます。まずは披露宴頑張れ、披露会頑張りましょう。行ってきます。今日から入って17時終わるまでは須藤さんだから。またいいよ、君が。あ、見て。ルイ、手袋してる？してる。かっこいい。背中の刺繍はすごいよ、マジで。一個一個の。全部か。スクリーンとかも。ものとか一個一個めっちゃちゃんとしてるからさ。モチベーション上がるわ。今から舞台の方に移動します。結構迷うんですよ。私も、なんかね、たまには歩き回りたいけれども、スッと行きたいなっていう時もありますからね。そうなんです、そうなんです。どうです、俺、ハイザメがあんな風に円を。なんかもっと、なんていうかな、今から登壇です。ハイザメと。これ、貴族だ。いつものゆうやは消すのです。ものすごい笑顔でガッツポーズ。あとストロールが意外とあいつの3倍目ポジションね、なんかかっこいいやつと思ってたんですけど、3倍目なの。面白かったです。面白かったです。さあ、ここで皆様にお知らせがございます。じゃあ皆さん行きます、はい、あの先ほどもお伝えいたしましたが、2024年1月29日日曜日から29日日曜日の4日間、幕張メッセで開催される東京ゲームショー2024のセガアトラスブースにて、プレイヤーの皆さんももうこちらにいらっしゃっておりますが、ぜひあのですね、次回直接会場でお会いしていただきたいなと思います。主人公たちのアクリルスタンドをはじめ、スマートフォンなどを入れられる便利なショルダーポーチ、リレーパッケージイラストを使用したキャラファインプラスが発売です。 TKS2024 会場にて先行販売いたします。詳細はアトラスストアの公式でも発信いたしますので、ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。そしてメタファーリーサージュのコンカーイズがVGM に出演いたしました。めちゃめちゃ輝いてたね。はい、欲しい方どうぞ。大丈夫ですね。はい、ではこれでフォトセッションを終了とさせていただきます。ありがとうございました。皆様、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。どうすればいいんだろうな。これの彫りがあるじゃない。前髪があると影になる問題ができるのよ。どうやって打開しようかね。はいはい、耳だけ当たんないように OK。 一旦行きますよ。はい、というわけで、ストロール一旦終わりました。今日の披露宴は終わりです。というわけで、ここから一旦メイクをすべて落として幕張に移動、そしてリハーサルでございます。それではメイクを落としていきます。はい、結構行ってますね、本当に。
こんなすごくないこれ見て。はい、今からメイク落としてきます。はい、化粧が落ちました。今から帰ります。品川でご飯食べて幕張のホテルでゆったりしような。うめえもん食わず、うめえもん、うめえもん。品川プリンスホテルでございました。今からロケバスに向かって、間違えた、ロケバスに乗って、ホテルに向かいます。こうポンポンって押すと、こう、ゆうやがわーって。ホテルに着きました。めっちゃ長いんだけど、廊下が。くそ歩いたわ。なんか大丈夫か。はい、はいはいはい、おうわあ、なんでベッドが3つあるの、いいのかな。お邪魔します。というわけで、今からご飯を食べに行きます。今日まともなご飯食べてません。下にね、オムライス屋さんがあったので、オムライス食べちゃおうかなんで思うの。行ってきます。イエス。というわけで、ホテルの中にめちゃめちゃいいところがあったので、今日はここで食べちゃおうと思います。キャラのために結構絞ってきたんでね、オムライスとハヤシライスを頼んでみました。マジうまそう。こんなんと思うくらい。はい、2食目ハヤシライスです。止まりません。反省点がね、あったね。何？リハーサル中でも急にユウヤを出さない。あれ、スタッフさんが本番にユウヤ出るんじゃないかってびっくりする。言われてたの最後。はい、ごちそうさまでした。2個目でございました。言うてまだ2時間ぐらい空いてんのか。2時間ぐらい空いてる。了解。2時間後ですね。ちょっと花瓶を取って。そこも奥に。ありがとうございます。了解。はい、というわけで、時刻はただいま、9時半かな。今から、場所を移動して明日の TGS のリハーサルに参ります。はい、お腹もいっぱいでね、ちょっと寝て気分がいいでござる。で、明日8時集合らしいんで、これ終わったら大浴場行って風呂入って寝るというわけでございます。はい、なかなかハードなね。で、さっきツイートもしたんですけれども、アトラスに頼み込んだらですね、TGS が終わった後にその格好で配信をしていいという許可をいただきまして、TGS が終わったら、タクシーに乗り、そのままスタジオに入り配信でございます。あー、そう。あー、なかなかハードだけど楽しい2日間になりそうです。とりあえず今からのリハーサル頑張ります。おい、おい、おい、おい。おい、下手のサブステージ、旅手のサブステージ、ロールが今上手のサブステージ、その後すぐに自分のチェルがセンターステージの上手側の辺で覚醒します。ただいま時間何時ですか？
あの12時なんで帰ってきます。明日8時ここなんで、すぐ帰るぞ。はい、リハーサルが終わりホテルに戻ってきました。大浴場を楽しみにしていたんですが、明日の入りが7時45分ということで、今12時半なのでちょっと大浴場に行く時間はありません。このまま寝ます。はい、おはようございます。ただいま時刻は7時33分、起床いたしまして風呂に若干入りまして、今から幕張メッセに向かいたいと思います。比較的寝れました。はい、全然眠いですけれど、顔起きてませんでっけなって、はい、はい、はい、お部屋ありがとうございました。退室でございます。言います、なんか忘れてそうだな、絶対すんだから忘れ物、指輪は。化粧が終わりました。眉毛を消すんですね。はい、徐々に完成していきますよ。 TJS 1日目頑張るぞ。ちょっと落ちたやかな。終わりだ。 OK、 衣装着替えていきましょう。完成、ストロールちゃん。マイケルじゃん。はい、それでは向かいます。今から会場へ。楽しくなってブンブン振り回しちゃったぜ。すげえ振っちゃった、ボンボン振っちゃったぜ。二巡目でございます。今から二巡目向かいます。今回のアトラスのやつは軽い振りがあるんですけど、口パクだったり、最近そういうのがすごく楽しいから やってて幸せ。2回目終わりでございます。
めないと。馴染んできたよ、ソちゃんが。貴族の血になってきたわ。今さ、iPhone 買ってんの俺。iPhone 16 Pro。で、俺店頭行かないからさ、こうマイナンバーカードとか今登録してたわけ。で、そしたら最後にさ、顔認証あんだよね。俺通るかなこれ。顔認証。これ。これ顔認証大丈夫か。頼むぜ。俺だからなこれ。角生えてるけど角生えてるけど大丈夫かな。あと3回目なんで、3回目行って今日配信して終わり。頑張るよ。バカなレオンストロークで、バカなレオンストロークで、今回は結構いいもうお前らも慣れてきたかな、この格好の俺に。ねえ、慣れてきた。貴族なんですけども、貴族なんだけど、はい、ラストなんで完璧に行ってくるわ。すべてにおいて 120% 出したいね。はい、というわけで、3公演終わりまして、今日の TGS は終わり。そして私はここからオープンネックスタジオに行き、このゲームの生配信をします。まだまだ終わんないんだからね。今から着替えないでこのまんま車に乗ってスタジオに向かいます。よろしく。おい。というわけで、いつものオープンレックスタジオをお借りして、今から、配信に挑みたいと思います。メイク直しをして、ただいまの時間が20時になりかけているところです。頑張るぞ。うわい。スタンディア。いや、間違えました。ストロールでございます。どうも皆さん、お待たせいたしました。おお、強い。グラス強いわ。いけ。一撃がでかすぎるだろ。できるか。あー、ギリタンね、もったいねー、こういうのもったいねー。ストロールがとどめ刺すのもいいね。はい、というわけで、また明日も配信しようと思います。お疲れ様でした。それではさよなら、皆さんバイバーイ。じゃあね。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ウィッグだけ先に外してもらってさ、限界が痛い。スカさん終わりました。これで本当に終わりです、はい、今からコスプレを全て脱いで解き放って、この、2日間はこれで終了ということで、はい、動画もここで終わっときましょうかね。これ何分の動画になるのかな。はい、ということでお疲れ様でした。さようなら、スタミジャパンでした。